あの蓮舫です総選挙、与党合唱、安保法制は与党勝利により来年夏までに終了、昨年総選挙の4日後の12月14日、訪米した当幕長が米軍高官と会談、発言内容資料が2日、二匹委員から大臣に手渡しされました、ンピは分かりましたか。中谷大臣、はい、あの先日比、えー、委員が示しした資料につきまして 現在防衛省が作成したか否かも含めまして調査中でございます。蓮舫君、あったかなかったかというのになんで二日もかかるんですか。中谷大臣。はい。まああのこの資料がですね、あの防衛省が作成したかどうかこの否かも含めましてあの調査中でございます。蓮舫君。 これは島博庁の発言がメモにされました。島博庁に会いましたか。中谷大臣。はい、あの島博長からあ会って話も聞きました。連邦。自分の発言だと認められましたか。中谷大臣。はい、このまあ資料につきましてはあの現在あの防衛省が作成した。 かどうか田舎も含めましてあの調査中でありますのでこの点についてはあのコメントは差し控えます。千本君、答えてください。島博調と大臣がお会いをしたときに島博調は自身の発言だと認めましたか。中谷大臣、はいあの当然島博調ともあのお話をいたしておりますが、あの他方であのこの島博調のまあ法令時の 訪米時のあの一連の会談というのは、あのこの内容を公表することを前提として行われたものではございませんので、まあ相手方の関係もありまして、えー、具体的なやり取り、内容につきましては、あのお答えすることは差し控えたいと思います。礼法君当幕庁と大臣がお会いしたときに、これは当幕庁君の発言がと大臣は確認をしましたか。中谷大臣 はい、これはあの資料の内容にあの伴うことでもございます、で現在、あの防衛省はこの資料が防衛省の内部で作成されたものかも含めまして、あの調査をいたしております。 こうしてください中谷大臣。はいあの東博庁ともお会いましてあの、話もいたしております、でこの,あの東博庁の訪米時の,ーーの、まあ、一連の会談に関するものでありまして、えー、このお、まあ、会談というのは、まずあのこの内容をお公表することを、まあ、前提として行われたものではないと、まあ、いうこと、またあのお相手方との関係もありまして、 あの具体的なやり取り等につきましては、これはあのお答えすることはあの差し控えていきたいとまあいうことでございます蓮舫君東博町の発言かどうか確認しましたか中谷大臣、うんはい、あの当然、訪米して、会談をしたということでございます。でここの,の中身等につきましてはこれはやはれやり えー、中身につきましては、あ話はあ聞きましたけれどもあの、一般に外国とのやり取りに関する資料につきましては、相手方との信頼関係に関わるものであるという意味で、大変慎重な取り扱いを要するということでございます蓮舫君。 はいあのこの資料の中身については、あの精査中で、えー、ございますので、えー、この中身についてはあの、コメントは控えたいと思いますし、また、あの東幕長の発言におきまして、えー、このお内容等につきましては、あの一部、指示聞いたわけではございませんが、あのこの資料お等につきましてですね、えー、そのお防衛省の中であの作成されたものであるかどうか、あの提示された内容については、 あの調査をしていいいるととうことでございます連邦君いや実に多くの問題発言があるんですが、えー、E2D グローバルホークスを日本は導入することを決めた、当幕長、それを受けて米軍高官は、えー、このような決定を耳にすることができ、うれしく思う、12月14日時点で E2D グローバルホークは予算認められていましたか中谷大臣。はいあのー、E2D につきましては、 警戒監視能力を強化するために中規模において、新たな早期警戒管制機を4機整備することとしており、昨年、起死選定を行いまして、昨年11月21日、防衛大臣が i、e、2 d を選定をしたというところでございます委員長君予算は認められていましたか中谷大臣。 はいあのー、昨年、あのー、防衛大臣がです、ね、前の大臣ですが、E2D をおー選定をしたところでございますが、あの現時点におきましても、あの予算につきましてはまだ認められてないということでございま蓮舫君、いいですか、これら戦闘機は、その東博庁が発言をしたとされる、翌年1月14日の政府提出、平成27年度予算案に初めて計上、でこの予算案が成立したのは、年度を超えた4月9日。 国会に提出すらされず、予算審議も経ていないで、予算も通っていないのに、米軍高官に対して導入を決定、嬉しく思うとまで答えをさせてしまっている、これ、財政民主主義の否定じゃないですか。大臣事実関係といたしましまてあの昨年のです、ね、11月21日に、えー、防衛大臣が これを選定をした、決定をしたということでございます連邦君いや、選定は予算じゃありません、予算が認められていなのに、米軍高官に当幕長が行って、導入決定、明言してるじゃないですか、国会軽視、財政民主主義の否定じゃないですか。谷大臣

中谷大臣えこれは E2D についてあの、事実関係についてご質問がありましたので、あのその事実をお答えしたあだけでございますで、この資料につきましては、あの現在、防衛省があ作成したか否かも含めて、あの調査中でえございますし、またあの中身等につきましては、あのこれについてはあの私もあの言及できないことでございますので。 あのそういう立場でお答えをしただけのことでございます。これは早く損否認めてください。あったのかなかったのか、本物なるか、そうじゃないのか。それが本物だった場合に、国会軽視、文民統制、大臣さえもこけにされている問題なんですよ。いつまでに出しますか。中谷大臣。<laughs> はい。 現在、調査中でございます、できるだけ早期に終えるように、ですね鋭意調査は進めておりますけれども、この中身等につきましても、非常に他国との関係等もございますので、その点につきましては、しっかりと調査をした上でで、すねお答えをさせていただきたいと思っております。 あの引き続き今から再開してますから、即興を来てますからあの、蓮舫君の質問の前あるいは大臣の答弁の前に、私から申し上げたい件がありますあの、ただいまの資料の件でありますが、水曜日に共産党から、何共産党から提示をされて、大臣が受け取っておられる資料です。まあ、これについて ある,かあるかなきか、これがただいまの問題になっているわけです、その損費について、えー、すぐさま返事をしようということで、多くの方々、そのように思っておられるかもしれないけれども、えー、現在、これは調査中であるという答弁でございますので、どうか一つそのあたりはあ、お認めいただいて、早急にといっても、日を決めなきゃいけませんので、来週の 月曜日には必ず、まずは、損費をあるかなきかをあのしっかりと、まず私の方に報告をしていただきたいということを申し上げ、水曜日から今日に至るまで、損費について返事がないということは、極めていかんなことであるということも申し上げながら、大臣の答弁を今からしていただきたいと思います。中谷大臣 はい、あの水曜日に提示をされまして、まだあの確認ができてないことにつきましては、遺憾に存じておりますであの。さらに調査を進めてまいりたいと思っております。あのかなりあのその損費そのものもあの、奇妙なものでございますが、あのできるだけ早くあの、委員長からご指示がありました、あの来週までにですね、 え月曜日できましたら、あ来週早くですねあのそれがあできますように、あの努力をしてまいりたいと思います蓮舫君。委員長、さまざまなご配慮ありがとうございました。でも、これはいついつまで出してくれっていうのは、委員長が月曜日までに言うものではなくて、大臣が命令をするものじゃないですか、そういう時に大臣が部下に命令をして、来週の月曜日までに国会審議に支障が出ないようにすぐ出せと。 メールを出していただけますね中谷大臣、はいあの、そのようにさせていただきます蓮舫君。資料の1枚目、これは福山哲郎委員が、安倍総理の発言が公明党の北川先生の3原則、自衛隊員の安全確保がすべての安保法案に盛り込んだという議事録でございます。大臣中谷大臣に確認をしますが、自衛隊法改正案 新設される95条の2、自衛隊員の安全確保措置は盛り込みましたか中谷大臣。<coughs> はいあのこの95の2に対する安全確保につきましては、ですねまず、米軍等の部隊の武器等を防護するにあたりまして、法文上、我が国の防衛に資する活動から、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを、 いいているところでございますこれによりまして、自衛隊による警護が、米軍等による武力の行使と一体化をしないことを担保すると同時に、本条において、国、または国に準ずる組織による戦闘行為に対処することがなく、従って武力攻撃に対応することがないようにいたしております。またたこのの規定は本による警護を任務として付与された自衛隊の 安全の確保にもするものであると考えております連邦君自衛隊法改正で新設される95条の二、米軍等の武器等防護、それともう一つ、今回出された周辺自態法の改正案、重要自態法案、これは同じ重要自態法案で、自衛隊員は後方支援と、それと武器等防護ができる。ところが、後方支援においては、防衛大臣が活動地域を指定もできるし、あるいはその中止、あるいはその変更もできるんですが、 武器等防護の場合には、そういう規定が一切ありません、なぜでしょうか。中谷大臣。はい、あの、現に、えー、戦闘行為が行われている現場で行われるものを除いているからでございます。蓮舫君。前回の私の質問の時に、えー、資料の4枚目を見ていただきたいんですが、大臣は2つ問題ある答弁をしています。1つは、 条文にはございません、認めてるんです、危険回避措置がないこと、条文にはございませんが、このような重要影響事態に際して、重要影響事態法の中に規定をしていることでございますと、自衛隊法改正の95条には、重要影響事態法案に定める制限、安全確保措置がかかるんですか。中谷大臣、はい、あの重要影響事態自体が後方支援で、えー、ございますので、 現に戦闘行為が行われていない現場で、えー、活動しなければなりませんし、また防衛大臣もこの実施区域、えー、これを指定する際におきましては、これから活動期間を通じて、えー、戦闘が行われていない見込みがある、えー、地域を指定すると、まあ、いうことで、この重要影響自体には安全確保が規定されているわけです。君大臣分かかってますか 今言ってるるのは重要影響事態法案に係る見解措置です私はもう一本一緒に出してきた自衛隊法改正案で新設される95条の2が、なんでこの法律にかかるんですか安谷大臣。はいあの95条の2の法,法案の条文の中に、ですね現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くとあの規定をいたしておりまして、まあ、これによりまして、 えー、武力行使の一体化をしないということを担保すると同時に、えー、この戦闘行為、えー、すなわち国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷しまた物を破壊する行為に対して、武器をしな使用することがしないように担保しているわけでございます蓮舫君、私が伺っているのは、大臣が答弁してるんです、重要影響事態法案の危険開始措置が95条の2にかかるって答弁してる、間違いじゃないですか。 重要影響事態におきましても、あの95条の2による警護、あのー、が可能でございまして、えー、こういったあの重要影響事態における活動支援をしている場合は、重要影響事態法が適用されます、しかし、重要影響事態法が実施されてない場合におきましても、95条の2が使えますので、えー、適用される場合と、適用されない場合があるということでございます。連邦君 重要影響事態法案は、米軍等の後方支援および捜索救助活動を対象に規定、でこの規定は、別法の米軍等の武器逃亡防護を行う自衛隊改正案に適用されるんですか止めてください。中谷大臣 はい、ちょっとあの、まあ、整理して申し上げますが、あの95条の2の対象となる部隊が、まずあの自衛隊と連携して我が国の防衛にする活動に従事していることだけではなくて、まあ、条文上、これ、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くと規定をしておりまして、まあ、これによりまして、あの自衛官の安全措置は図られております、であの重要影響自体、これにつきましては、この法律においてです、ね、えー、この活動が後方支援でありますので、 現に戦闘行為が行われている現場で行わないというのが大の大そくでありまして、まあ、そういう中で95条の2を使うわけでございますので、まあ、そういう場合におきましては、あ適用されますし、また、その重要影響事態で、えー、活動中にですね戦闘行為が発生した場合には、あのその活動を危険回避をするということでございますので、あの適用されるということでございます。連邦君 自衛隊法で派遣をされた武器逃亡後の職務を担った自衛隊員が、なんで他の法律の重要影響事態法で、後方支援に担っている自衛隊の法律に適用されるんですか、根拠はどこにありますか別の法律じゃないですか、中谷大臣。 はい、あの重要影響事態におきまして、活動している米軍に対しても、この95条の2において警護することができるようになっております。従いまして、大元の重要影響事態におきまして、えー、そういった適用がない場合におきましてはあ、それはできないということでもございますし、また、95条の2、えー、これ、重要影響事態において、米軍と部隊と連携して輸送、補給等を行う場合にですね、 その緊張において戦闘行為に当たる行為の発生が予測される場合においては、重要影響事態法の規定に基づいて、自衛隊の活動を一時救出をすると、まあ、いうことになりますので、この95条の2の警護を中止するとなる場合には、ですねその道場に規定する自衛隊と米軍等が現に連携しているとはもはや言えなくなります。で従いまして対象となる区域から 現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くという規定からも明らかとなっているところでございます蓮舫君。重要影響事態法案に、自衛隊の武器等防護を認める条文はありますか中谷大臣はいこれはあの95条の2にですね、えー、明記されてまして、重要,重要影響事態に際して行われる輸送・補給の活動、えー、これが、あ 入っております。我が国の防衛に資する活動として、まあ従いまして重要影響事態法において、えー、それに、えー、参画をする自衛隊、えー、これはああこの九十五条の二二の適用を受けるということは当然のことでございます。蓮舫君、<laughs> はい、そき止めてください。 はい、あの重要影響事態法には規定はございません、ただ、あの重要影響事態の活動において、えー、95条の2の警護活動、これは可能でございます。なぜなら、あー重要影響事態の輸送・広報支援、えー、をしている中で,です、ね、95条の2というのは、我が国の防衛に資する活動において、米軍の支援ができるということでございまして、まあ、そもそも重要影響事態といいますと、我が国の平和と、 に重要な影響を与える事態ということで、非常に関連があるということでございます蓮舫君。野田六類計の2番目はかからないとこれまで答弁してますが、そこの整合性はどうでしょうか。中谷大臣はいあの重要影響事態があ発生してないという。うん はいではすみませんちょ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 戻らないで戻らないで戻らないではいあの野田六類型というのはまずその武力紛争の発生が差し迫っている場合で第二というと、えー、武力紛争が発生している場合でございますか <laughs> 発生している場合 においてはあの我が国と平和に重,大あのに重要な影響を当たる場合となりましたら、えー、まさに、えー、この重要影響自体に指定をされるということではないでしょうか。連邦君 中谷大臣、はい、あの重要影響事態に,申しについて申し上げればあ、武力紛争が発生している場合と、えー、武力紛争が発生していない場合があります。でお尋ねの,あの、武力紛争が発生している、えー、重要影響事態の場合は、あ当該武力紛争に対,、えー、対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は、米国等に対する武力攻撃の一環。 そとして行われるものと考えられるため、えー、防衛大臣が95の2において当該部隊の武器等の警護を行うという判断をすることはできません蓮舫君。大臣の答弁は二点三点して、そしてもう全く整合性が取れてないということを、ちょっとご自身で一度整理をされた方がいいと思うんですが、95条の2は平時の規定ですか中谷大臣。 はい、この6類あ6事例ですね、これはあ,のあくまでも事例でありまして、その事例の第2にブロック紛争が発生している場合を挙げております、事例を。で、この場合に重要影響事態に指定するかどうかは、政府としてこれは認定をするわけでありまして、でこの場合はあのブロック紛争が発生している場合であります。で、この… ちょっとあその平時という意味が、ですね我が国の平時という意味ですか、平時という意味は、あその武力攻撃とか、存立危機が発生していないということを平時というなら、平時でございます蓮舫君。委員長資料の6を見てください。大臣は 95条は平時の規定と、今と同じ答弁をしました、さらに、私の質問の同じ答弁では、95条は平時の規定かつ、重要影響事態等とは状況が違っている、別物だと答弁しました。さらに同じ答弁で、平時で重要影響事態は含むと答弁しました、この3つのうちどれが当たりですか中谷大臣。はいまずあの、我が国を視点におきましてですね、 この95条の2が適用されるのは、いわゆる平時です、であるいはあこの武力紛争が、まあ、発生しない重要事態ということになるわけでございますが、この,あの大森、失礼しました、あの野ル田,田さんの、野呂田大臣の6事例というのは、あの我が国周辺において、ですね武力紛争が発生している場合でございます。 であくまでもあの95条の2が適用されるのは、ああいわゆる平時、えー、ということでございます蓮舫君。委員長、さらに大臣は答弁で、自衛官が防護している武器等が攻撃性をされた場合、その攻撃が国もしくは国に準じる組織ではない場合、自衛官は武器使用は、武力行使にはならないと答弁してますが、これはその通りですか。中谷大臣 はい、あの武力行使に当たらないということで、えー、ございまして、まあ、この武力の行使という定義は、あ国際紛争の一環とするあの武,力、えー、武力攻撃、えー、これがあ組織的、計画的に行われているかどうかということでございまして、まあ、それが至らないという場合におきましては、武力攻撃に至らないという範囲に入るということでございます。蓮舫君 最初は分かりやすいのは、なんか途中からどんどん分からなくなる答弁というのも珍しいんですが、つまりですね、国、または国に準ずる組織からの攻撃は、今、大臣がおっしゃったように、武力攻撃や戦闘行為の一環になる恐れがあるので、自衛官が武器逃亡後のためでも武器は使用できない、こういう整理でよろしいですか中谷大臣。はいあのその通りでございます、あの戦闘行為に対処して、武器を使用しないということでございます。 連邦君資料8枚目にお配りをしておりますが、これは理事会に提出された航空幕僚幹部の内部資料です。法案審議が始まった5月に作られています。安保法案についての説明で、米軍等の部隊の武器統合簿の説明では、自衛隊の防護対象であるアセット、装備品に対して、第三国の軍艦および軍用機が攻撃を実施した場合、 自衛隊の部隊は武器を使用してアセットを防護と明記と断言してあります。大臣。<う>答弁と違います。国からの攻撃に対して迎撃できると書いてるじゃないですか。どっちが正しいんですか。中谷大臣。はい、あの、これはあの第三国の軍艦。また、あの軍用機がですね。実際に米軍等に対して攻撃を行うとすれば。基本的には。 戦闘行為、すなわち国際紛争の一環として行われる人を殺傷し,しまたものを破壊する行為としてのものと考えられるために、まあ、そのような場合には、改正後の95-2のにより対処することはありません。でそのため、お尋ねの資料の記述につきましては、幅広い分析と研究という観点から担当者が口頭により必要な説明を行うことを前提としつつ、 あえて極端な例として示したものと聞いております。でいずれにしましても、今後の分析・研究にあたっては、より慎重に進めていく必要があると考えておりますが、これまでご説明をしているとおり、本次はあくまでもテロリストによる攻撃といった武力攻撃に至らない侵害を対象としているものであり、軍艦や軍用機による戦闘行動行為に対処するということはありません。でさらに 資料中には、第三国の軍艦および軍用機が攻撃を実施と記述されておりますが、これは武力攻撃に至らない侵害であって、戦闘行為、すなわち国際紛争の一環として行われる人を殺傷しまたものを破壊する行為には当たらない、例外的なケースを念頭に置いているものです。そのような場合では、自衛隊法95-2の対象となることも否定はできないということでございます。 君航空幕僚幹部防衛課が作った資料は、極めて少ない例外的なものだったというんですか中谷大臣。<laughs> はい、あのー、基本的にはあの戦闘行為、これがあの95の2によ,よって対処することはありませんが、まあ、実際、こういったあのケース等につきましてもですね、 えー、このテロリストといった場合におきましては、武力攻撃に至らない侵害を対象としているものというケースもございますし、また、あこの第三国の軍艦および、えー、軍用機が攻撃を実施という場合であって、えー、武力攻撃に至らない侵害であって、えー、戦闘行為、すなわち国際紛争の一環として行われる人を殺傷しまたは元を破壊する行為に当たらない。 えー、ケース、えー、これを例外に置いてるということ、これを例に置いてるということでございます典型例としてこれが議論されたんじゃないですか、そ,そこで大臣がそうやっていろいろな説明するんだったら全部書けばいいじゃないですか、戦闘行為に当たらない第三国の攻撃、あるいはテロリスト不審船からの攻撃、なんでわざわざ使えない事態を例として文字化してるんですか。中谷大臣 まあ今回、分析・研究をあの行っているわけでございまして、こういったケース、これが本当にないかといわれば、現実にこういったあの軍艦、軍用機が実際に武力攻撃に至らない侵害、例えばロックオンとかですねあの誤射とか、そういったあのケースもありうるわけでございますので、 まあ、そういった例外的なこともあの分析研究を行っているということではないかと思います蓮舫君私がこれ、こだわっているのは、第三国の軍艦および軍用機が、自衛隊が守っている米軍の武器を狙って攻撃したときに、その攻撃をに対して、武器を使用したら、戦闘行為になる、外形上は米軍との集団的自衛権の行使に見える可能性がある。 武力行使の一体化につながる恐れがある、違憲になるんですよ、だからこの事例は最も研究しちゃいけない事例じゃないですか。中谷大臣、はい、あのおっしゃるように、あの原則的にはですねあの戦闘行為、えすなわち、えー、武力紛争の一環として、えー、行われる行為、えー、これに対処するということはあのございませんが。 まあやっぱりあの例外的なケース、まあ、こういったこともありうるのではないかという点で,です、ね、あの分析研究をまあ行っているということでございます蓮舫君。いや、明らかにおかしいと思いますよ、しかもこれ、戦闘行為なのか、第三国からなのか、テロリストなのか、不審船なのか、飛んできたミサイルしか見えない現場の自衛官は、どうやって判断するんですか中谷大臣。 はいあのー、基本はあ、武力紛争の一環として、まあ、行われるようなあ戦闘行為、これはあやらないと、まあ、いうことで、えー、ございまして、まあ、こういったあの判断等におきましては、あ基本的にはあ現場の官庁なり、えー、指揮官が判断することになりますが、あのー、幅広い面におきましては、あの防衛大臣がです、ね、あのこういった事態に至らないように、あの事前にですね、 えー、この対応においては、避難をするとか、中止をするとか、あの大臣が事前にですねあのそういった戦闘行為に至らないようにあの指示をするということでございます連邦君9枚目の資料なんですが、大臣はやはり私の質問の答弁の中で、不測の事態等に応じて確認できない場合は、えー、政府が判断すると答弁しています。そして同じ答弁の講談の中で 指揮官等が判断をする、これはどっちが正しいですか中谷大臣。はいあの、まあ、まず防衛大臣、えー、これはあ,のあらかじめ警護の実施の可否を判断するに際しては、ま,あ、まさに戦闘行為、すなわち、えー、国際的な武力紛争の一環として行われる、まあ、行為、えー、が行われる恐れ。 を含む周囲の情勢を踏まえることになっておりまたその際には戦闘行為や武力攻撃があると認められるかは状況に応じてですね、関係省庁とも連携をしつつ政府として判断することになる旨を述べたものでございますそして講談講談はそれを前提として実際に警護を行っている際に侵害行為が発生した場合には例えば護衛官の官庁等が あ武器使用の判断を行うことになるという旨を述べたものでございます君95条の2に、政府が判断するという規定は条文のどこに書かかれてますか中谷大臣、はいあの。防衛大臣は、あまあ、自衛官に対して、えー、それぞれの警護を命じるとおなって、えー、おりまして。 えまあ、そういう場合にあの武器使用を判断いたしますが、これはあの1人、2人で対応するのではなくて、集団で対応しますので、それぞれの上司の命令の下にですね武器を統制するということでございます。まあ、従いいましてあの武力行使にならなら場合は あ本条によって武器を使用することは可能で、実際の武器使用についての判断をするのは。現場の官庁なり指揮官であるということでございます。前方君政府が判断するという規定は条文のどこに書かれてますか。中谷大臣。はい、あの、まあ防衛大臣がですね。あの、それを命じて、え、また、あ、そういった状況であるかどうか判断をするということでございますので。 えー、私があ判断をするということでございます連邦君飛んできたミサイルが、国の攻撃国からのミサイルなのか、テロリストからのミサイルなのか、判断をするのは大臣だと、条文のどこに書かかれてますか中谷大臣あの。戦闘行為かどうか、武力行為かどうか判断するのはあの政府で、えー、ございまして。 まあ、これは、あの、武力攻撃か、戦闘行為か、判断する。というのは、あの、政府でございますま。大臣, <laughs> 大臣。はい、あの、先ほど、私、あの。 答弁させていただきましたが、あの95条の2の2ですね、えー、これに、えー、この警護は、あ米国軍から要請があった場合であって、米軍等から、米国軍隊等からですね要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとすると、まあ、これは一つの権限でございます。で それに加えまして、のこの重要影響事態等による警護の実施にかかる方針には、国家安全保障会議設置法第2条第1項6号に規定する重要影響事態への対処に対する重要事項として、国家安全保障会議、NSC において審議するなど、一定の場合につきましては、警護の実施の判断に慎重を期すため、内閣の適切な関与を確保した形で、 運用すると、まあ、いうことが書かれているわけでございます今、最後に大臣が答弁したのは、警護と現場の判断とは全く関係がありません、条文に書いてなくて、ほとんどこれは裁量で大臣や政府が決めることになります、こんなことで自衛官の危険開放措置も載っていないような自衛隊法の95条の2の新設は、私は極めて憲法との抵触する可能性があると思って、やっぱりこれ、一回廃案にした方がいいと、改めて今思いました、終わります。委員長ありがとうございました